日常演劇の歌にようこそ。さて本日の演劇はこちら、ではごゆっくりお楽しみください。本日こちらネスカフェネスツレのドルチェグストのジャンバン逆じゃねえ、アーモンドオーツラテ、アーモンドラテ、ほうじ茶ラテとルイボスラテを飲みたいと思います。なんかもうグダグダになったな早速。はい、本日まずはもうすでにいただきます。こちらがアーモンドラテ、こちらがオーツラテです。なんか見た目泡立ってるのでどう違うんだって感じもしますけど、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまずアーモンドラテから飲んでみます。今回はコーヒーよりも紅茶に軍配かな。特に一番のお気に入りはこれですね。最初に飲んだアーモンドラテはアーモンドの香りが結構強めで、苦味と香ばしさがあって大人向けの味わいですかね。なのでちょっと好みが分かれるかなっていう気がしました。それはこの次に飲んだ大粒麦ラテも同様ですね。麦で香ばしいんだけど、悪く言うと麦の臭みというかそういったものが口の中で広がってきました。なので好きな方は好きなんですけど、苦手な方はうーんってなるような、そんな気がします。だから人を選ぶラテと言えるでしょうね、どちらも。そしてこちらのほうじ茶ラテとルイボスラテ、まあこれは2つが1つパックに半分ずつ入っているやつで、1箱ずつのやつもありますが、これはルイボスラテは結構まろやかで癖がなく飲みやすかったです。まあルイボスティー自体があまり癖がなく飲みやすい飲み物でもありますからね。ほうじ茶ラテはそれよりは先ほどの2つと近くて、お茶の香ばしさが口の中に広がってミルクのまろやかさもありました。なのでただミルクのまろやかさでもほうじ茶の香ばしさは完全に消えるわけではないので、それが好きな人はいいのですが、苦手な方はやっぱりうーんとなる部分はありましたね。というわけで自分は今回ルイボスラテが一番美味しかったので、それを代表としてこちらの点数とさせていただきます。今回も全体的に好みに左右される人を選ぶ味が多かったですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。